はい、えー、それではですね、えー、羽生結弦君についての話をまとめていきたいと思います。えー、まず伊豆名さんから、えー、と途中まで読みましたんで、えっと、ここからですねうん話は変わりますが今日いよいよ羽生さんの、えー、単独アイスショーのチケット販売です。えー、どれだけの倍率になるのかな今回は抽選ですからいいですけれど一般販売は先着順とは うん。ということですよ。だから早く行った方がいいということみたいです。え、こちらも抽選にしてほしいですね。もしもこれで取れたら奇跡中の奇跡です。え、ライブビューイングもできたらほしいです。うん。いや、本当ですね。ちょっと応援してます。はい。岩田さん、よろしくお願いします。かぶさん、あ、かぶくんこんにちは。羽生さんの IS 賞の申し込み、なんとか申し込みできました。よかったですね。うん。10時と同時に挑みました。すごいですね。 うん、これ選択順らしいですけど、1分半ぐらいの待ちがあったんですが、すんなりで応募して確定を得ました。えー、10時13分に、ハメールで、えー、レールが来るらしいので、えー、申し込みは苦戦せずにできたことは良かったです、えー。電子チケットのため、事前の登録がとても面倒でしたが、テレビ朝日とチケプラが混在しているんです。両方に ID 登録をしてからの申し込みになるんです。 また同行者がいる場合はまた面倒くさい手続きがあるんですよね。 これもチケットの転売を防ぐための策、えー、なんで仕方がありませんね、えー、とりあえず申し込みができて一安心ですあとは当たることを願うばかり当たらなくても仕方ないしこのチケット申し込みのドキドキ感は何とも言えないような気持ちになりました羽生さんの愛称一度も見たことがないからぜひ今回は見たい気持ちが湧、えー、き上がってきてしまって私でしたいやーよかったですね本当にうん記念すべき羽生個人賞ですからねうん 伊豆ナ様どうもです、えー初めてまし。初めてコメントさせてもらいます。私もチケットの申し込みました。10時にアクセスをしたら混み合ってますんで、しばらくお待ちくださいとなって、さっき仕事のお昼休みに無事に申し込みました。なんとか当たるといいと思っていますが、まあ当たれば奇跡ですね。すごい倍率のはず。うん、<laughs> ファンタジーは運よくチケット取れて、今年は行けました。羽生さん一人の愛想は贅沢すぎます。 お互いいいにチケットを取り入れといいですね、うん、そして岩田さん、コメントありがとうございます、えー。死ぬまでに一度はフィギュアの生観戦をしたいと思っていました。ファンタジーオンアイスにもトライしようと思いましたが、えー、静岡公園エコパーアリーナは地元にあります。今回の公演は、うん、うん。 本当、えーとと単独公演だから余計に潜り上がりそうですねえ。次はそういうこともなく、他のスケーターたちが参加するかなと思うんで、え貴重な公演になると思いますえ。羽生さんだけをひたすら応援するだけの時間、幸せですね。うん、結果が待ち遠しいですえ。新幹線に乗って掛川駅で降りるんです。来年はエコパリンには来なさそうな感じもしますが、新潟を公演に切り替えるかも、うん。ということですね。 はい、まあ、とりあえず応援してますあのチケットを取れるように、うん、祈っております。はい、えー、そしてテラさんどうもです。よろしくお願いします。株君おはようございます。昨日やっとアイラが届きました。ネットではアイラ祭り状態だったのに私はネタバレが怖くてツイッターなど、えー、覗けずに、えー、ひたすら我慢していましたがやっと見れて超超感動です。美しい美しすぎる。えー、皆さんからもう知っていると突っ込まれちゃいますね。 大遅刻です。インタビュー記事で、羽生さんはスケートをやっていて、何かしら感情を表現して、苦しくて辛くて、それがないとやっぱり生きている心地がないと言っていました。羽生さんは常に技術や表現に対して高い理想をの、 おに課して、簡単には乗り越えられない高い壁に苦しみ、もがいても必ず理想の自分を手に入れたいと必死に努力をし続けています。そのように自分を追い込むことはあまり苦しく、あまりに苦しく、その気持ちを想像することもできないですが、羽生さんはただ達成することをモチベーションにしているだけじゃなく、自分の生きている証と捉えているのですね。そしてその苦しさの先にある幸せを信じています。 羽生さんの夢が叶うように私も全力応援をしていきます。でふと思ったんですが、羽生さんの愛称、ぼっち開催といったアンチは、えー、高く険しい山の頂上に一輪だけ美しい花が咲いているのを見ても、あの花ぼっちだなと思うんでしょうか。私だったら感動して泣いてしまうんでしょうけどね。うん、素敵ですね、このコメント。うんはいまあ、とりあえず、アンチはうんちなんで。はい えー、マイク・マーティラさんどうもです。カム君、こんにちは。アンチは自爆霊というより生き業かもね。確かに。確かに。うん。相手が生きているから成仏させられないし、厄介ですね。フランスと日本の時差は冬時間だと、日本がフランスより8時間進んでいます。つまり、フランスが13時なら、日本は20時ということになります。アンチは ISU のホームページも見ていないんでしょうかというか、英語が分からんのかな見方が分からんのかなうん。 より、えー、開始は、えー、男子ショートプログラムは13時とちゃんと書いてありますよ。日本時間なら20時ですということで、うん。はい。まあ、たということなんで、羽生さんと被らないでしょうかね。うん。トルテさん、どうもです。羽生君表紙のアイラの10番が決定しました。おー、すごいですね。なんと10万本を突破したそうです。週、え、刊、ー、誌が長番になるのは、えー、10番になるのは異例のこと。アイラで10番になるのは、 嵐やキンプリなどの、えー、ジャニーズの人気アイドルが表紙になるくらいです。アスリートは初めてだと思います。ということで、すごいですね。本当うん、もうさすが羽生くんとしか言いようがないですね。うん。もうあのもう目が点です。ごすぎて。あとで洋子さんありがとうございます。えー、カム君おはよう。 羽生結弦君単独の ISO、横浜、申し込んできました。いやー、当たってくださいね。うん、テレ朝チケットは初めてだったんで、戸惑いましたが、無事に申し込みできました。あと、抽選に当たるかどうかです。えどうか、チケットを私を含めた皆様が当たりますように、いやー、祈っておりますよ。うん、あのもう、記念すべき第1回なんで、あの、1発目なんで、うん。 トルテさんよろしくお願いします。もうです。羽生くんの愛称の申し込みをしようと思いましたが、招致状のため諦めました、うん。幸運にも行かれる方、全国の大多数のお留守番組のためにもぜひリポをお願いいたします、うん。いやー、僕もちょっと気になりますね。うん。いずなさん、もう一度です。えっと、かぶくん、こんにちは。雨降りで寒いです。昨日の真夏のような寒さはどこへです。風邪をひきそう。うん。 羽生さんのアイスのチケットな何とか予約しました。予約開始の10時にアクセスしたら、すでに混み合ってますと表示されて、まあ時間のある時でと思い仕事のお,お昼休みにアクセスして何とか申し込みました。当たるといいなと心の中で何回も何回も思いました。羽生さんのアイスショー、ファンタジーに関してはチケット取れているんで、えー、今回も 幸運の女神が微笑んでくれるといいですが、さすがに今回は厳しいです。みんな必死ですので、いや、今回すごいですね。記録的なんじゃないでしょうかね。娘も頑張ってアクセスをしています。どちらかが当たればです。そして皆さんより少し出遅れて、アイエナが届きました。まだ読んでいないですが、表紙の羽生さんがあまりにも綺麗でドキドキです。いい投資したおばちゃんですが、羽生さんにときめいております。と、ね、いうことで、うん。いやー、生きがいですね、本当に。うん。 はい、はい、そしてトルテさんから、あ、羽生くんの速報が入ってきたんですけど、えー、っと、羽生くんの公式チャンネルに新しい動画アップされてますということです。演技動画ですよということです。ちょっと見ていきたいと思うんですけど、うん、レモンみかんさんからも入りましたね。えー、っと、何これは、かぶくん、20時前に羽生さん、シアフラが始まりま、え、これはえっと、うん。 えっと、生ライブですかね。三味線の音、チェンジから始まって、そういう相性の練習を流してます。えち、ちょ、ちょ、ちょっと待って。どういうことえど、ど、どういうことあ、本当だ。マスミンさんからも来てますね。カブくん来ましたよ。羽生プロの新しい動画。私の好きな仙台のバンドモンキーマジックとともに、特に会いたくてと歌う、う歌が好きなんです。また息もできないし、美しいスケートを披露してくれました。羽生くんは実は双子 えど,ど,どういうこと実は双子で、よって単独賞も可能だった、ああびっくりびっくりさせないかな、はいえー、映像に2人の羽生君がいました。映像エフェクトもこだわります。 ねえ羽生いかに羽生くんらしい。羽生くんのチャンネルはこれから会員、あ、へえ、そうなんだ。えー、全員が会員になればよね。カくん、どうしよう。羽生くんが美しすぎて、私は苦しいよ。23歳くらいから一層と男ぶり、男っぷりは上がった感じがする。紫色のオリジンの君。苦しくて涙が溢れてくる。切なくて直視できないということですね。なるほど。会員儲けるんですね。うん。 とりあえず、ちょっと待って羽生くん生中継。でも、ってことは、会員しかもう生中継見ることができなくなるのかな。うん。はい。あ、こちらですね。うん。プロローグ、サンプロローグっていう動画が出てますね。あ、でも、ライブじゃないですね、これはね。うん。はい。あびちょっと、そんな感じで、ちょっと見ていきたいと思います。